武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学医学部医学科の生物の問題について話していきたいと思います。生物ですが、まず時間が理科2科目で120分となっております。で、大問が3題取材されております。で、この大問がまあ選択問題や用語を答えるだけの問題もあれば論述も出てくるような形ですね。で、その選択問題や用語を答える問題、これは割と基礎にはなっているんですが、論述問題、特に実験考察が絡んだ論述問題の難易度はかなり高いので、まあ、医学部医学科だとそこも解けなきゃいけないので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、難易度はかなり高めかなというふうに思います。で、まあ、理系標準問題集など、まあ、一通り基礎から標準的な問題を対応できる問題集ちゃんと仕上げている前提で、考えると、まあ、できれば国公立標準問題集キャンパスなので、さまざまな記述形式を対応したものをやる。で、余裕があれば特に実験考察の対応をしたいので、まあ、新考える問題100選などですね。で、実験考察対策をしておくといいかと思います。まあ、さらに生物を稼ぎたい、時間ちゃんとかけてやりたいという場合には、まあ、大森の採用講義問題集などやっておくといいかとは思いますが、まあ、考える実験100をやれるだけやっておいた方が、まあ、特に実験考察が弱い場合にはそちらの方が優先度が高くなるかなとは思います。で、まあ、プラスその論述に対しては時間があまり使えないという点が結構重要で、というのはその、まあ、理科どちらを選んでるかにもよるんですが、割とその科学が結構時間かかる可能性が高いので、生物が60分フルに使えるかどうかがちょっとわからない側面があるので、まあ、時間を手短に書くってこと、書かなきゃいけないってことを考えても、まあ、論述対策なり難問の対策をして早くひらめけるようにやっておかないと、まあ、時間がどっちつかずで焦って中途半端な回答で終わってしまうということが起こりかねないので、まあ、そのスピードの意識もしっかり持ってですね、対策をするように心がけてください。以上が生物の勉強となります。